ありがとうございました。それではですね、パネルディスカッションに入りたいと思いますが、まあ、まずはですね、今日の、タイトルにもありました、まあ、子育て応援フォーラムですが、子育て応援してこいじゃないか、もっと明るくいこうね、まあ、こういうことなので、まあ、お話が今ありましたように、突発的な事故じゃない形で、初めて勤務して出産をされた奥さんでありますから、大臣からですね、ちょっと1歳5ヶ月になる男の子がおられるという話でありますけれども、出産、そして子育て、どうですか？そうですね、もちろん楽しいこともたくさんありますし、大変なこともたくさんあります。皆さん、私が子育てをしているというと、ものすごい整った環境の中で、シーターさんやお手伝いさんがいっぱいいるところで育ってるんじゃないかと思いかもしれないんですけれども、現在ですね、うちは主人と2人で、頑張って子育てをやっておりまして、平日の昼間だけ保育園に1歳5ヶ月の子を預けているというような状況であります。